ちょっとアウトレットトーク後半戦行こうと思います、まだ在庫は残ってましたか？まだまだ思ってでも大放出しちゃいます。なるほど、うん、まあまあありがたいですよね。もうボタンの穴が5個、うん、ついてるボタンが2個みたいな話ばっかりしよう。ああなるほど、まあてめえであと3つつければいいからね。普通に2つとして成り立つから。そうなんですけど、全然いいですよ。中学受験したんですよ私。うん、存じております。はい、で小学校の時に、うん、全然勉強しないもんだから俺が、うん、すげえ小6の時厳しい塾に通ってて、うん、緑の看板のとこで、当時スパルタで有名で、うん、鍵の絵とかで殴られてたんですよ俺。鍵の硬いとこでガンガン、はあ、勉強しないし、うん、でビンタとかよくされてて、うん、で勉強しなくて受からないかもしれないってやつらだけ集められた夏の炎の合宿があって、うん、4泊5日なんですよ、うん、で小学校6年ですよ。へいへいへい。朝の6時から夜中の2時まで勉強するんですよ、うん、ずーっと流しだね。うん、はあ、で俺それ嫌になっちゃって、うん、二日目に、うん、ゲロ吐こうと思って。ゲロ吐いたら、医務室運ばれると思ったから、はいはいはい、ずーっと下向いてるふりして、うん、指に、口の中に指突っ込んで、うん、喉の奥を押してゲロずっと吐こうとして。それで、何回も試してたんですよ。唾吐きながら、うん。で、結構1時間ぐらいかかって、うん、超ゲロ吐いたんですよ。うわーっつって、うんうんうん、シャーと思った、うん。で、医務室行けるぞ。そしたら、おい！つけよお前！って言われて、まあまあ、拭いたら、医務室行けるんだろうなと思って。うん、で、拭き終わったんです、うん、で、それもしんどいふりして拭いてたんですよ。まあ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 ね。400人ぐらいね。いる。はあ。そう、ダメなやつら。おうおうおう。で、拭き終わったら、授業に戻れ、席に戻れって言われて。おう。医務室連れててくれ。厳しいね。ダメだって、ゲロ吐いてもダメかと思って、もう嫌になっちゃって、う寝ようと思って。うん、寝てたら、うん、6個ぐらいバインダー重ねたやつで、うん、頭バーンって叩かれて寝てる。前来いって言われて。おで400人いる。いろんなとこから来てる。ちょっとハズだね、それは。ハズでやっしょ？ゲロ吐いてくるからね、その前に俺。ゲロ吐いたやつが次バインダーで殴られて。殴られて前来いって言われて。前来いって言われて。で、俺その時点でもう号泣してんだけど。ああ、小6で号泣してるんだけど。それはもう恥ずかしさとなんか悔しさ、いろんな感情なんでしょうな。うで、うん、標語があるの、合宿の。100% の力をつく。はいはいはい。そうすれば本気になる。うん、本気になれば力はつく、うん。力がつけば合格するっていう標語を、うんうんうん、お前読め !400 人の前で泣きながら、100% の力をつくせ、どうすれば本気になる。きついなぁ。これ小さい、うん、もう一回泣くなよお前、うん、合格できねえぞ、うん、で、10回ぐらい読まされて、うん、で、俺すっごい悔しくて、うん、5日間1回もパンツ買えなかった。ああ。臭くなっちゃって。うん、それ5日間はなかなか、私もあんま5日間はないぜ、買えないのは。うん、そんなこんなで受かったのが、うん、日大日中。うん、終わり。終わったまあ全然ね、在庫の一層のやつですから、うん、パンツくっさいもう金玉かゆいだけ、うん、全然反抗になってます。誰もね、それはだって匂い発してね、周り迷惑かけてるとかあったらまたね、あれだけど、これをね、今週遠くないぞっていう時にね、3回ぐらい出してみようと思ったけど、やっぱ勇気が出なかった、うん、なんとなくね、なるほどね、つまんねえだろうなこの話うんうんうん、でね、一番仕事なかった時期よ、27、8ぐらいなのかな、親父が中国から帰ってきて、へいへい、で、実家にいて、うん、犬がいたんですよ、犬が。うん、うちの犬がね、うん、犬いて、うん、犬が寝てんすよ。おう、うん、で、寝てる犬で、リビングに俺と親父と犬しかいなくて、会話ゼロ。もう親父はもう就職しろ、いや、終わらないからやめろと思ってるし、うん、いい年越えて何やってんだって、もう最大限に思ってるから、親父が。うん、お前もう30だろうと。うん、もうすぐ、うん。それで俺は、そんな親父の気持ちも知らず犬にね、うんうん、話しかけな。お前いいな、仕事もしないで、自分の好きなことばっかやってんな、うん、つったら親父がその瞬間に、うんうん、てめえもそうだろうがよ終わり。早い。ああ、早いね。もうちょっとあるかと思ったけど、
いや、その後の、うん、その部屋の感じとか聞きたいんですけど、よろしいですか？うん、無音。で、あなたのリアクションはバーって言われて、うん、ビクッとなるわけじゃん。ビクッとなった。んで、うるせえみたいなことを言うとか。いや、言えない言えない。もう28で、さすがに、俺もそうだなと思った。うん。で、だから、2分ぐらいの無言の後、リビング出てったよね。静かに。うん。それだけの話です。ああ、なるへそ。で、うん、僕、初体験がカーセックスなんですけどね。急だね。いきなりクライマックスだな、それ。ヤンキーなの、付き合ってた子は。あ、そうでゴンしたか。すっげえヤンキーで。うん。カーセックスしてて、うん、行ったのね、僕は。うん。まあ、無事。そう。うん。だから、うん、済んだと。僕のその、要するに、DNA インゼリーが、うん、相手の子の、うん、頭の上まで飛んでたんですよ。元気ですね元気ですねって、所さんだったら言うと思うんだけど。お元気ですね本当に。頭の上まで飛んだんですよ。おうおう、髪の毛の上に。あ、髪の毛に飛び越すんじゃなくて、髪の毛の上にホールインワンしたんですよ。なるへそ。ホールインワンじゃねえや。うん。グリーンオンしたんですよ。うんうん、で、これアウトレットだからね、ここも。そうね。もともとこういう話だから。ワン、ワン。ホールインワンと、オンを、グリーンオンを、ワンオンしたってことでしょ？ワンオンを間違えるっていう。だからアウトレット出るから。いやいや、困りますよ、そんな間違えたでしょみたいなリアクションされたら、チームつけやる。まあそうだね。いい、それも含めての。俺の DNA インゼリーが、うん、オンしたんですよ。ワンオンして。ワンオンした。まああとはパターで入れるだけですわ。そう。ね。したら、ワンオンしたら、うん、そのヤンキーの、当時の彼女は、うん、ティッシュを、箱ティッシュから出しながら、いっちょ前に頭まで飛ばしやがってよ、つって。それは何、その、どういう、怒ってるわけじゃないでしょ、本気で。本気で怒ってる感じなの？なんか、吹くのがめんどくせえなぁ、みたいなとんね。ああ、やってくれたなぁ。飛ばしちゃってや。で、ごめん、つって俺で。まあ、そうだよね。で、その子さ、変な子で成人してたんだけどさ、小金井公園で散歩して昼寝するっていうのが、毎度のデートだったの、俺たちの。なるへそ。毎回 500ml のビールの缶、真っ昼間に持ってきて。うん、それ一本だけ手に右手に持って、うん、団地から出て迎えに行くと。もう。それ何をやってた子なのそれは。え、学生さん？ね、高島屋の1階の化粧品店で働いてる。ああ、ちゃんとシュッとした人じゃないの、そしたらね。いやいや、ヤンキー、ヤンキー。笑い。ヤンキーっていうか、ギャルみたいな。昔ヤンキーみたいな。ああ、なるへそ。でさ。うん、夏のある日ね、また小金井公園に散歩行こうと思って、うん、ビールの缶を右手にしっかり持って、うん、出てきたんですよ、うん。そしたら白い T シャツに紺のブラが透けてるんですよ。うん、ああ、はいはいはい。それブラじゃ透けすぎでしょ、つって、うん。変えてきてよ、うん、言ったら、うん、顔近づけられて、うん、はぁって言われて。結構毛が早いね。うん。待ってるじゃあって言われて、おう、めんどくせえな。俺は待ってたの。そしたら帰ってきたら茶色のブラで、うん、紺より透けてたんですよ。おう、ほいで、ほいでもそうあるかお前の話。あ、ないっすか。でその子が、うん、それは何、その反抗なのかね。普通、だってその、普通上を変えるわけ、T シャツを変えるわけじゃないですか。うん、それこそね、色の濃い T シャツに変えるとか、うん、それを T シャツを変えずに、うん、そのね、うん、茶色にする、紺から茶色にすると、うん、裏のジャーを。そうなんです。でも透けてて、うん、で、いやいやいやって言ったでしょ、若林さんも。言った言った。いやいやいや、そっちじゃないでしょ。そう。したら紺の T シャツに着替えてきましたよ。また待ってろよ、じゃあ、つって。ほう、なんかそれ見て割れちゃった俺、こんな T シャツに買って遠くから出てきたのに。あ、そっちねと思って。おう、ほいで。ほいでも人もあるかやだから。今日は放出するって言ってるだろうが。
お前それアウトレットだっつって買って、うん、あれボタンが取れてますよって言ってるようなもんだよそれ。なるほど。両方俺アウトレットショップしに来たんだろうがお前。これは失敬。何言ってんだお前。そのさ、そのお前聞くなよお前。いや、その、うん、彼女、うん。その、まあ、あの、謎の赤羽に謎のマンションの一室がある子ね。いや、そう知らなんだ。何それ。なんか、いとこのお姉さんは夜、スナックかなんかで働いてるから、うん、夜は使っていい部屋があるっつって、赤羽かなんかに、うん、なんか謎の部屋がある。いや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 、え？それなんかその、パトロン的な人がいるとかなんじゃない？いやいやいや、物は全部女の人だからよくわかんない。もうよくわかんねえんだよ、だから。アウトレットの話だから。それはその、お別れはどうやって訪れたんですか？な。大田さんから言ったら、うん、その向こうさんから。22ぐらいまでね、付き合っててね。うん。ちょっとその辺の三段がちょっと忘れちゃったけど。うん。お笑い芸人にもなって、うん。ネタかなんかのビデオを見したの。うん。そしたら、お笑いお前やめろって言われて。なぜに？うん、つまんねえって言われて。おう。ごめん、つって。おう。で、俺の大学、あ、すごい楽しい思い出があるね。俺の大学かなんかで、うん、その子は、なんか、化粧品かなんかの勉強をして、うん、俺は学校の大学の勉強を、うん、日曜日の昼間の大学に二人で忍び込んでしてたのよ。ああ、誰もいない状況で。教室に二人っきりで。あ、いい思い出だね、あれは。で、俺が日曜日で先生、はい、で、お笑いやめろって言われた瞬間の話ね、これ。で、二人だけきりで勉強してたの。はいはい。したら俺が時計がこうやってバッて見て、あれ、うん、あれっつって、うん、先生遅くないっつって言ったの、俺が。なるほどね。うん。うん、まあまあ。日曜で。やってないのに、授業なんか先生なんか来るわけないのに。はいはいはい、はい。先生遅くないって言ったら、うん、お前お笑いやめろって言われて。つまんねえ、お前。厳しいね。厳しい子だよ。だって出会ったのがなんか、うん、あの、ファミレスかなんか、よく忘れたけど、うん、なんかコースターがあって、ほう片足上げてたんです、その子はね。片足椅子に。ああ、アミレスに、うん。うん、いろんな番号の交換の仕方あんじゃん。アドレスとか。まあ、まあ、そんなアドレスの交換の仕方は初めてですけど。うん。初対面の日に、うん。あの、コースターの裏にその子が電話番号とアドレス書いて、うん。それを人差し指と中指の間にこう挟んだ。うん。シュッ。うん。で、手裏剣を投げるように俺ね、うん。うん、おいつってピュッて飛んで。ピュッてシャーってこう。そう。見たらアドレスと電話番号書いてある。うん。電話してって言われて。うん。はい。誰の紹介だろう。タモツ。ああ、タモツね。うん。ああ。今何にされてんのかね。その今の相続は。いや、もう知らないよ、そんな突っ込まれても。いや、そこまでのことでもないけど。